アイリーチャンネルです。先日ベストボディジャパン岐阜大会にトレーナーとしてサポートさせてもらいました。これでね、観戦したしトレーナーもやったし選手としても出場して、結構ねベスボに 1,2 ヶ月でねいっぱい絡ませてもらえたかなと思います。何話したいかっていうと、大会っていいよね。すごい大会って良くて、いろんな見方がある。選手として出るときはもちろん出る側だから、まあ緊張感もありき、どうやってポージング見せようかとか戦い方みたいなのを勉強できたし、観客としてはどういう風に見るんだろうみたいな、審査員の目線ってどうなんだろうっていうのも間近で勉強させてもらえたし、サポートの場合は応援者としてなんか一緒に大会を盛り上げられるような、その人を鼓舞するような応援者として見ることができて、いろんな見方が三種三様っていうのかな、めちゃくちゃいっぱいいろんな見方が見えたので、なんかすごくそういうのも話したいなと思って。観客席から観戦をするときって僕ね、チケットも審査員席に可能な限り近いところでチケットを取って、ステージ上を目線で言うとちょっと斜め上の方に選手たちが来る感じですね。こういう風に見えてるんだみたいなのがこうすごい勉強になって、まあ、自分が出る時もどういう風に目線を合わせようかなとか、これくらいのステージの高さだったらこれくらいの目線の方がいいのかなみたいな感覚で見てました。すごい勉強になって、出る選手はマジで見に行った方がいいと思う。まあ、もちろん見に行ってる選手もいると思うんですけど、大会出てる時そういう目線で選手の応援ってのもすごい大事なんですけど、そういう目線で見るとまた一つ勉強になるんじゃないかなって思いました。でサポートさせてもらった時はどうしてもこう自分の選手、自分がサポートしている選手をでもひいき目で見ちゃうよね。これもうしょうがないと思うんだけど、ひいき目で見ちゃう、見ちゃうし、すごいかっこよく見えちゃうから、味方としてはもうほんと完全に応援者。僕だったら大会でこうしてもらえると嬉しいなって思うことを自分でこう率先してやっていけれるから、また一つねこうレベルが上がるんじゃないかなと思って全力でやらさせていただきました。でもちろん選手としてはまあずっと出てることなので、選手としての考え方みたいな、また選手としてどういう風に考えてるかっていう動画は別で撮りますけど、選手としては同じ気持ちでステージに立つだけなんで戦ってくるっていうイメージかな。この3つを経験した上で、もうあとねサポートまで 1,2 回、他大会でサポートさせていただくんですけど、こういう成長をもとに名古屋大会8月の11日ね、名古屋大会に向けてボディメイクをちょっとしっかり今している最中でございます。ぜひねちょっとね皆さん共有していきたいのが、今は僕増量期です。増量期で少しだけ大きくして名古屋大会に絞りをかけています。大会が4月16日に終わったんです。4月16日に終わって、そこから約1ヶ月間の増量をしているんだけど、でその増量も大体もう目指せね5キロくらいは太りたい。1ヶ月で5キロって結構体に脂肪乗っちゃうんで難しいところではあるんですけど、まあ今現状で4キロくらい上がってきたんで、あと10日くらいでもう1キロくらい増やして減量に入っていく。5月の中旬には減量に入っていきたいなと思ってます。そういうのも着実にとってはいくんですけど、減量期に入り始めたらどういう風な私生活なのか、減量のフル食どういうご飯食べてるのかっていうのも動画撮りやすいので楽しみにしていただければなと思います。今年のねベスモの傾向を僕この 1,2 ヶ月でずっと考えてたんですけど、本当に見えてこなかったんですよね。もう全然見えてこなくて、ふわふわした状態、どういう人が評価されるんだろうなとか、ベスボって作られていくのかなみたいなのもずっと考えながら見てて、お前どんだけハマってんねんってくらい今すごいハマってて、すごい見てた結果、まあ僕の中である程度のちょっとふんわりした答えから少し形ができてきたので、その形を自分なりにちゃんとこう消化して新しい形にして名古屋で発表できればなと思ってますので、ぜひね名古屋大会見てくれると嬉しいなと思います。もちろんスポーツブルっていうアプリでも見れます。その大会だけ主張するっていう課金方法もあるし、1年間見放題の課金方法もあるので、ちょっと無料視聴ではないんだけど、見てくれる人はずっと見てくれると嬉しいなと思います。で、画面録画とかしたらもうぜひ俺に送ってください。インスタでも何でもいいんで送ってくれると嬉しいです。見に来てくれる人はね、ぜひね名古屋大会に見に来てくれたらもうぜひ声かけてください。一緒に写真撮りましょう。大会会場でいろんな方に声かけてもらえるようになってきたので、なんかもうこういうのってやっぱ続けなきゃいかんなというのをすごくね思ってます。 TikTok も YouTube も Instagram もまあ SNS って言われるところで、できるだけ自分をね多く発信していこうかなと思ってます。僕のボディメイクもそうですし、去年実際僕はベストボディジャパン
のモデルジャパンで日本3位をもらったので、いただいたので、日本3位にね、恥じない振る舞いだったりとか考え方だったりをどん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 発信していこうかなと思ってますので、どうかお付き合いください。まあ、基本的にこれね、独り言みたいな動画なのでゆっくり上げていきますけど、まあ、こういうこと聞きたいよみたいなのがあればコメントくれると、そういう動画を撮ります。この間の動画もコメントでね、こう減量とか1ヶ月前の減量から大会当日までってどういうことするのかみたいなの知りたいとか、実際当日はどういうスケジュールで動いてるのかとかも知りたいみたいな、すごいね、ちゃんとしたコメントをいただいたので、そういうのもしっかり撮っていこうかな、できるところは撮っていきたいと思います。で、僕ももちろんポージング練習とかフリーポーズの練習だとか作り込みみたいなのも動画にできればなとは思うんですけど、フリーポーズの練習はね、変な話、僕の動画よりもレッスン受けた方が多分手っ取り早いと思うので、フリーポーズを作ってるのかとかは多分動画にしていこうかなと思ってます。このチャンネルをね、盛り上げるためにもぜひね、こんな動画が見たいっていうのをコメントくれると嬉しいです。ベストボディジャパンの話をすると止めどなくずっと喋っちゃうので、今日は実際僕が感じた、あの観客席から見た見え方と、トレーナーとしての見え方と、選手としての感じ方がそれぞれ異なるよというところと、まあ、それを踏まえて8月の11日の名古屋大会に向けてしっかり体ボディメイクを今開始している状態だよという現状報告となりますので、いいなと思ったらぜひ高評価とコメントください。コメントないと結構寂しいんで、じゃあまたね、次回の動画でまたお会いしましょう。また。